私が相手をしよう。メニューを開いちゃったの？後からちゃんと説明するつもりだったけど。せっかちさんね。でも今はガチャしかさせてあげられないのよ。しかもまだ手に入れたものを使うことができないの。仕方がないわね。すごい、砂が流れてるわ。これどうなってるのかしら。目に砂が入っちゃうから気をつけてね。あの砂、どこまで流れていくのかしら。あの黒い柱の根元に向かいましょう。これはケージに点在する謎の彫像。誰が作ったのかは知らないけど、私はともかくこれが一つ目。ここThank you.
広大な荒野を二人は歩いていた。育ちの良さそうな少年と後ろを歩く寡黙な男、何かに追われているのだろうか。周囲を気にして歩く少年の足取りには不安が見えた。砂塵の中から寂れた町が姿を現す。少し休憩しようと提案する少年に男は静かにうなずいた。旅の疲れを癒すため、二人は食堂へ向かうことにする。食堂前にたむろする賞金稼ぎたち。その一人が少年たちを呼び止めた。寝踏みするように少年を睨み、賞金稼ぎは言う。私が相手をしよう。賞金稼ぎを退けた男は、息一つ、お怪我はありませんか、王子、と。少年は、大丈夫と答え、もう王子じゃないよと、笑顔を見せた。そして男へ、残念だけど待ちよで、男は静かにうなずいて、少年の顔を見つめていた。
たの役割は黒い敵によって歪められた記憶の物語を修復すること、そして修復された武器を集めるのが私たちの目的よ。さて、これからのこと大体イメージできたかしら。難しいわよね。物語を回収していけばだんだん分かるようになるわ。ママのこと遠慮なく頼ってね。まあ、綺麗な場所。でも、こんなに大きな建物、一体どうやって作ったのかしら。ケージで時々見かける黒い鳥は駆除すべき対象。気がついたら追い払ってね。そしたらママがご褒美をあげるから。準備はいい。往々にして酒場や食堂は情報の集積地となる。人の集まる場所にはそれだけ多くの声が集まるからだ。機械の手足を持つ彼女もそれを求めこの店を訪れた。賞金稼ぎとして標的の手がかりを探さなければならない。
勝負は一瞬で終わった。女のため息が砂塵に絡む。彼女の力の源は復讐。物語の回収はあなたの失ったものを取り戻すためであり、あなたの願いを叶えるためでもある。だから焦らず着実に物語を集めていきましょうね。そうね、この場所、刑事について話しておきましょうか。刑事はとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。本当に謎の多い建物で、ほとんどのことは誰にも分かっていないの。誰が刑事と呼んだのかさえね。朽ちた教会が佇む森の中、男は周囲を見渡している。どうやら男は食物を探している。包帯に覆われた表情には心なしか陰りが見える。草木が揺れ音を立てる。食料を求めているのは男だけではない。獣たちもまた飢えてさまよっているのだ。そして貴重な食料をめぐり、当然のように争いは起こった。
規制勢力を死に。無事に食物を手に入れた男は教会へ戻ることにした。朽ちた礼拝堂に革靴の音が響く。教会の奥には少年が憔悴した顔で横たわっていた。男は少年に寄り添い、集めた食料を差し出す。少年は受け取ろうとみじろぎしたが、弱り切った体では食料を受け取ることすらできない。少年はごまかすように笑ってみせる。男は黙ったまま少年の顔を見つめていた。Thank you.
あの子、病気にかかっていたのね。そんな体で荒野を旅するなんて。ともかくこれで3つ目の記憶も修復できたわ。次の物語を回収できればこの杖の物語はおしまい。行きましょう。高いところまで来たわね。足痛くない？景色は綺麗だけど、上り階段ばかりだから。疲れたらいつでも休んでいいのよ。休むことこそ成功への近道だって誰かも言っていたしね。眩しいところね。でも見つけたわ。あれが四つ目の黒いかかし。ここから杖の物語、最後の記憶に入れるはずよ。武器の持ち主のほとんどは戦いに身を置く者たち。あなたはこれから多くの死を見届けることになるでしょう。覚悟はいいかしら。町を出た女はやがて荒れた森にたどり着いた。朽ち果てた教会がひっそりと立っている。壁はもはや用をなさず、天井は崩れ落ちている。教会の奥で女が見たのは、古びた機械兵と少年の遺骸だった。女が近づこうとすると、突然機械兵が立ち上がる。
蘇った機械兵は女へ銃口を向け、うなり声を上げた。Thank you.